うわ、なった。おはようございます。眠れましたか？かなり寝ましたね。というのを改めて。もしもし、もしもし、聞こえてますか？自動無料延長オン。聞こえてますか？来ましたね。よし。よく眠れました。一瞬何言い出すんだか忘れてしまって。上り速度は、あまり安定してないな。うん。もしもし。おはようございます。おはようございます。iPhone のケーブル参りましたね。旅行中に壊れるなんて。iPhone のケーブルの外側の樹脂が破れて、中の金属メッシュが見えてしまいました。とりあえずガムテープでぐるぐる巻きしときましたけど、ビニールテープか。おはようございます。ケーブルは今取り出せるかな。まだ柔らかいんですけどね。で、ちょっと今、昨日の夜泊まってたところの前景だけざっとお見せして、こんなとこでした。ヨドバシねえよ。しかも iPhone5 ケーブルそこそこしますよね。1500円から2000円の間ですよね。道南、襟裳岬を越えて苫小牧の方に向かいます。苫小牧からは青森に渡る三段です。ちょっと明暗差激しすぎるかな。見えるかな。テントはもう半分以上の人が撤収してますね。昨日の夜10個ぐらいテント立ってたんですけど、で今朝めちゃくちゃ気持ちいい。寒くない。風、ちょっと風はあるんで、どっち向きかですね。シフォンケーキを、無添加ケーキの変形か。それは無添ん何が絵が動かん。ああ、ちょっとビットレート安定しないですね。まあ海沿いに出ればなんとか。海沿いに出ればなんとか。音声来てるんですね。でちょっと看板をそうか、見えてなかったか。映像止まってるみたいですね。で GPS はまだダメだな。青森八戸、そうですね。で、ちょっと待ってください。声いってるのかな。GPS に、さっき今日のルート作ったんで、GPS にまだ転送してないんです。まあ、悩むような道じゃないんですけど、念のため、GPS に転送する時間をください。刺して、あ、そっか。声だけ。ちょっと待ってください。ウェブカメラの映像、どっちにしろあれだから、転送するためにウェブカメラをまず切ろう。この旅は、あと7日間?今日入れて7日間ありますね。おはようございます。ちょっと今音声だけにしました。どっちしろあれなんで。で、ウェブカメラ抜いて、襟裳岬にこれから行きます。ウェブカメラ引っこ抜いてから、今ウェブカメラ抜いて GPS にデータを転送しようとしてます。ちょっと待ってください。声だけで我慢してください。ただ、おはようございます。ただ分からんのが天気。ちょっともうちょっとで道順は簡単なんですけどね。あ、やっと出た。こうで、おはようございます。GPS のデータをショートカットでこっちに移して、ちょっと待ってください。今朝は6時半かなぐらい起きでしたね。6時半から7時ぐらいだったかな。こうしてで、アンテナちょっとやっぱりこの辺り弱いですね。電波強度は弱中強っていう表示なんですけど、ポタファイは弱と中ばっかりでした。朝ごはん食べました。昨日の夜に配信した時と全く同じメニューです。そんで、ちょっと音も一旦切りますね。あ、あ、来た来た。これで、こう。今晩の宿はですね、三石駅の前の旅館とかあるみたいなんで、ちょっと待ってください。北海道快適です。予想外に快適です、今は。ルートラボ昨日の、しまった、ルートラボコピペし忘れてた。枠説明って今から変えられるんでしたっけ？ちょっとやってみよう。なかなか出発できない。9時10分に出発したい。できれば。もし可能ならば。転送速度遅いな。で、今ここがですね、まだちょっと、昨日の夜の間に、エクスペリアが電源完全に切れて、消耗してしまって、まだ起動できる状態になってないんですよ。よっと。で、動いてますかね。100人。あと3分。あれ、ワーク説明が出ない。充電時間結構スタートまでかかるんですよね。今、上り速度が780から0になって、また300に戻った。安定しねえ。スマホは今んとこ3台かな。枠説明編集するページがこれだと見えない。諦めます。今日のルートはですね、昨日のルートになってますけど、今日のルートは別にあるんです。よっと。転送速度制。まあ仕方がない。で、GoPro もちゃんと今スタートしてるし、これで OK かな。あとはエクスペリアが起動できて、体調はバッチリです。今朝本当気持ちいいんですよ。今の時期こんな暖かいのおかしいらしいんですけどね。全く好都合。いつ9時10分。エクスペリアはまだダメだ。今ここはもうちょっとしたら出します。エクスペリアが起動できるようになってから。テントの中ではなんか朝少し寒い気がしたんですけどね。外に日が出てきて外に出てみたら全然寒くない。今ものすごく爽やかです。よっと、とっと、荷物が多くて、よいしょ。よし。じゃあ出発。この管理人さんなんかめちゃくちゃ親切でしたね。7時半にここのゲートは閉まってしまうけど、室蘭は行かなくて苫小牧からフェリーに乗るつもりです。私が十何年前に行った室蘭は本当に鉄の町でしたけどね、工場ばっかりで。iPhone は今ここがちゃんと動かないんですよ。 iPhone は iPhone の今ここアプリは今なんかまともに動かなくなっちゃって。じゃあ出発。転送速度安定しないです。0から700まで上がったりして。そして尻の痛みはやっぱり痛いな。まだ尻は、いや痛いことは痛いんですけど、まだ第一段階の痛みです。これは尻の皮膚の奥の筋肉が圧迫されてなんか痛いっていう感じで。おはようございます。結局寒くはなかったの。朝方少しだけテントの中で寒いような気がしたぐらい。待てよ、この道でいいのかな。朝方、ありがとうございます。でも今すごく気持ちいいです。で、昨日の夜はですね、そこにあるなんだっけ、老人なんとかだっけ。海見えた。いや、充電してないです。だから今日は途中までで電源切れるかもしれないです。大容量バッテリーが1.1 個分くらいと。本当いい天気。昨日よりもさらにいい天気ですね。ほんでもって気持ちいい。またケツの話か。ホモネット本当好きだな。私にはその面白さが分かんないので申し訳ないです。あれ、温泉施設は違うな。さっき目の前の道素通りしてきてしまった。今もうちょっとしたら出せるようになります。エクスペリアが完全放電してしまって起動するのに時間かかるので、今充電中です。これが国道かな。いくらもの挨拶気にしない。そうですね。といって完全無視するのもなんか嫌な気分だしな。角見浜で向こうの方にあそこの尾根の一番先端がえりも岬ですね。で上の方にドームが見えてる。自転車歴は95年99年か体から1415年ぐらいですね。で距離は昔より走れなくなってるな。まあまあ、いや今日は民宿泊まろうと思ってます。結構お安い宿があるんで、1泊2食で5000円弱の民宿とかあるんで。北海道どこからスタートなんですよね。うん。差別、私は差別までは最近思わなくなって、それが本当に純粋に特に悪意もなく面白いと思ってる人たちが多いっていうのが分かったんですよね。あ、おはようございます。なんだけどわかんねえ。向こうの方の山の上のドーム見えますかね。確かあの辺り、航空自衛隊かな、どれかの、自衛隊のはずです。あそこ自衛隊のなんていうんだろう、基地でいいのかな。多分あれで飛んでくるのを見張ってるわけですね。飛んでくるの。おはようございます。問題ですかね。難しい。本当にすがすがしいんですよ。今半袖短パンです。超気持ちいいです。北海道はですね、本当になんか地図上で全然進まないんですよね。縮尺がツーリングアップルとか本州のやつと違うから。苫小牧、いや今日は三井市っていうあたりキャンプ場ですね。おはようございます。キャンプ場はですね、私オートキャンプ場に泊まったの初めてだったんですよ。設備も良くてで300円でした。本州だったらオートキャンプ場って4、5千円ぐらいしますけど、まあ今のオートキャンプ場はオートキャンプもできる一般キャンプもできるとこっていう感じだったかな。オートキャンプサイトはまあそれなりにするんで。のろし台か、のろすのか。いや電源ある区画とかだったらバンガローとかだったらもうちょっとしますね。常設テントが1000円だか2000円だか。あ、GPS ロック大丈夫です。ありがとうございます。忘れてると大変なことになるから。いや電源は使えないです。木の風呂入りました。キャンプ場のすぐ隣にあって、でそこでお願いして電源使わせてもらったので、少しだけバッテリー回復しました。干潮、なんかそんな感じですよね。進まない北海道。日高はそうですね、えりも岬ぐるっと回って向こうに行ったとこですね。混浴、キャンプは電源なくても、まあ、バッテリー結構いっぱい持ってきてるんで。結構いっぱい。うわ、車。北海道にいますよ。オートキャンプ場だって民宿ぐらいするから、確か3000円か4000円かそんぐらいすると思います。4年前、そうですね、2009年に新千歳空港からだったっけ、あの時は。で夕張行って、夕張から岩見沢にからそこから臨行して、何持ってきて、 GoPro はですね常にUSB から充電し続けてます。たまにそれでおかしくなったりするけど。フライパン、そうです。あれはトランギアだっけっていう、なんかそこそこ有名なメーカーのやつで、フライパンなのに2000円します。でも取ってこり畳めるんですよ。火力自動車の、うわでもそれはまあその時限り持っていけるっていう。あれって10キロぐらいあるんでしたっけ、車の。あ、軽井沢割と最近走りましたよ。この間ですね、さっきは結局遡上してるのは見ませんでした。川をそれなりにチェックしてたんですけどね。流れの広いですね。向こうに海見えてますかね、今青いで、これから今日10キロぐらいでえりも岬に着くはずです、確か。尻が速くなれないかな。で数日間経つと今度は尻の皮膚が痛くなってくる、擦れて。そっちの痛みの方がもっと鋭い痛みなんですよね。筋肉の痛みはまだそれほど十分耐えられる痛みだし。牛がいる、牛。岬の、そうですね。今朝はこれは霧はないだろう。アザラシはなんかいるらしいですけど、今の季節どうなのかな。サドルはゲル入りのやつです。割と柔らかめのやつ。おはようございます。おお、子牛もいる。今でも。えりも岬、前行ったら海面が見えませんでした。私の時は。子牛がいる。おはようございます。岬はこれからです。あと10キロぐらい。じゃなかったかな。あ、今ここはですね、ちょっと今ここ出すための。アプリを動かすためのエクスペリアのバッテリーが消耗し尽くされてしまってて、しばらく充電しないと起動しないんですよ。ズームアップ、このカメラズームアップしてもろくに映らないんですよね。ベーベー。お、淡路牧場。ソニーのスマホはですね、できるだけ省電力で配信しようと思って買ったんですけど、画質がかなり悪くなるんで非常時用に持ってきてます。それが今ここ出す役に立った。クソ道路、今ここは大丈夫だな。ここは国道です。あ、近くで見たいんだったらですね。あ、そうだ、オートフォーカスがそういう女ったままだな。ちょっと待ってください。牛なんかな、何のこと言ってんのか分からん。牛のような生活はまだしたことないな。ですね、オートフォーカス切らなきゃいけなかった、そういえば。でそれ以前に牛を見ていただくために皆さんに牛をご覧になっていただくために。牛はなんででしょうね。ピントどこ？ピント。この辺りか。この辺りですかね。おはようございます。よ。そうですね。結構離れて、ああ車来た。うん。こんなどのぐらい見えてますかね。死体っぽい。見えてますか。見てないやつもいますね。こっちを見てるのは。十勝は数日前に通過しました。いや、ピント合ってましたかね。こんなもんでこんな感じでフォーカス戻して、朝だから、ああどうなんですかね。向こうの立ってるやつもいるけど。いらっしゃいませ。あれん写真がこのカメラがよく撮れるんですよ。細かく撮れる。ソニーの RX100、ソニーの DSC-RX100 で、今買うんだったら新しいやつが出てます。パソコンは富士通の LuxUG90 ってやつです。そのあたり枠説明の、機材はこちらっていうリンク先にいろいろ写真載せてます。その中だと、ウェブカメラの付け方とかが、北海道今日寒くないんですよ。多分これは異常に暖かいんだと思います。夏の高原って感じですね。今回の旅行3日目なんですけど、一番気持ちいい今の時間帯が、あと半袖昨日の昼過ぎにようやく宅急便の荷物受け取って、この半袖短パンもその時にようやく合流したんですよ。今日はテント熟睡しましたね。11時半ぐらいには多分寝てて、6時半だから7時間半か8時間ぐらい寝てると思います。7時間かそんぐらいか。寒い。風呂入りました。気持ちよかったし、バッテリーもちょっと充電できた。ポタファイは今は確か元に戻ったと思うから6800円ぐらいかな。で iPhone は通話料金は数百円のはずで、 iPhone5 は私は2年間の分割として払うんじゃなくて LTE も契約せずに端末代を一括払いして、あとはもう通話料金の月数百円っていうだけにしたんで、ちなみに最初に払ったお金は iPhone 端末代8万ぐらい払いました。 iPhone5S も8万ぐらいですよね。一括で払うと一括で払うから、皆さん高いとか言いますけど、皆さんはというか普通の払い方であっても結局分割して払ってるわけですから。で割引があるって言っても、それは LTE の金額も抱き合わせで入ってるわけだから変わんないはずなんですよ。前計算しました。あとはソフトバンクと au で迷ったけど、900大事に入西条、そんなの来たことないな。起床時間暖かくなってから動きたいじゃないですか。iPhone のそうです、ポタファイで賄ってます。定額料金体系意味わかんないです。会社乗り換えも含めてやりました。前私は iPhone4 がソフトバンクで、5を au に乗り換えたらどうなるかっていうのをいろいろ計算して、それでも確か2年間でソフトバンクの方が数千円だかなんだかお得にはなるんだけども、ただ au に変えて一括払いするとお互いのバッテリーは充電せずに使ったら4、5時間ぐらいですね。LTE そうなんですよね。そうだっけ。キャッシュバックもちゃんと2年間トータルで計算したりすると一応比較できますよ。カチカチ音、いやこれでも鳴ってましたけど今鳴らないですね。寝かせたからか数ヶ月間。おはようございます。もう後ろの爪で牧草をかき回してますね。機械で今回初めての機会が多いと思って昨日の夜キャンプ場の洗面所でたまたま会ったライダーの人と話をしたんですけど、私が見た機械っていうのは昔から使われてて、単に私が今の時期に来たことなかったからみたいです。今までは8月中までしか来たことなかったですからね。他がえりもの岬の周辺、そうですね、企画のそう、アップダウンが少しあるんですよ、岬の周辺は。確か岬越えて向こう側に回ったらもっとあったはず。あ、今延長しましたかね。うん、ビクター、そうです、エクスパルビクター3台体制です今回は。で、ちょっと待ってください。そろそろ今ここ出せるかな、やった、というのと、あと延長確認もしたいし、詐欺、そうですね。まだダメか。時間かかるな、エクスペリアの最初の充電って。まだダメですよ。どういうことですかこれは。やった。まあでもそんなに場所的にはえりも岬のすぐ近くっていうことで分かりやすいんですけどね。やった。何まで？エクスペリアの充電、エクスペリアの今の状態ちょっと分かんないですね。ボタンを押したって充電中っていう表示しか出ないんで。で、あと延長できたかどうかは、あ、そうか、リロードしとくかな今のうちに。一応延長失敗作業を防ぐためにちょっと再接続するんでコメント対応できなくなります。ちょっとじゃあまた後で。何度もちょっとと言ってしまうことが気になる。再接続遅いなあ。あ、来たかな。来た来た。コメントも全部これで追いついた。よし。多分もうすぐ岬に着くと思います。獣、ああ、昨日の夜はですね、猫出ました。昨日実際配信している時、実はですね、前後にふと気がついたら猫が近くまで寄ってきてて、目が合うとすぐ逃げていくんですよ。クマは今回見てないです。過去に1回しか見てないです。今日は昼ぐらいに民宿予約してゆっくり行けるかな。おはようございます。本当に忍び寄るんですよ。で、キャンプ場の中もずっとうろうろしてて、こっちがヘッドライト持って、頭にヘッドライトつけて歩き回ってると目の前に突然光る目が出てくるんですよ。あ、今ダメですか。声だけ言ってる感じですかね。タッチ音、そうなのか。てかタッチ音しない方がいいと思うな、できれば。やむを得ない場合以外は。だるまさんが電波悪いですか。よっ、あ、そうだ、 GPS に一応ルート出そう。うん、坂道登る時の足は全然痛くないな。まだよし。えりも岬は電波あると思いますけどね、観光地だし。あ、この坂道は後で登ってみようと思ってるとこかな。はあ、房総のキョン、房総にいるんでしたっけ。あ、そうだ、チケットのこと忘れてた。すいません、チケット昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、広告で、一昨日かな、かなりな広告してもらったみたいで、シルバーチケット1枚とゴールドチケット2枚が入ってました。昨日からありがたく使わせていただいております。ありがとうございます。3枚あるってことは、あれは何千円分ポイントが広告に使われたってことになるんですかね。15度か。今登るときは立ちこぎしてました。はあ、オートクロリア、あれは広告でもらったやつじゃないのかな。延長先来なかったですか。よし、一応対策が効いたのかな。はあ、大丈夫っぽいですね。ああ、この辺り松林だ。松林を復活させるために一大プロジェクトがあったとこだったはず。おはようございます。襟たぬき、昔襟裳岬ユースホステル泊まった時にここの松林を再生するプロジェクトのビデオ見せられました。朝出る前に雨降ってたしな。広告は1000円分広告したら確かシルバーチケットが生主に送られるそうです。それがどういう仕組みかっていうと、1000円分の広告代を出すと100円分のチケットが送られるわけです。どういうことかお分かりですね。ああ、うん、4000ポイントありがとうございます。ってことはあれかな、2000円でゴールドチケットってことかな。素晴らしいかな、そうかな。1000円でシルバー、2000円でゴールドでプラス2000円でゴールドっていうことですかね。何が寄付、そういえば慈善事業的な、あ、震災の時の寄付にニコニコポイントとか使えたのかな。いや、あ、今下ってます。襟裳岬の今標識があったけど、まだもう少しだな。100円、そうなんですよね。直に渡した方が10倍効率がいいっていう。もうちょっとなんかさっぴかれる分が少なきゃいいのに。お、ん、いやいや、そうそう、まあでも健全な経営のために見せられた。そう、見せられたって言い方をするとあれすぎるかな。そういや、襟裳ユースまだ通らないな。うん、じゃあそんな、岬、これだと大丈夫ですね。霧出てない。ピカの率ゲス川。あとこの辺り風が強いんですよね、いつも。今日はそうでもないな。それにしても本当に気持ちいい。何度も言いたくなるくらいに。襟裳国道って言い方するんでしたっけ。自転車の人は少ないですね、さすがにこの時期は。何度も本当気持ちいいですよ。お、おはようございます。あ、口座番号、これは海沿いの漁村の方行けるな。酒方の、あ、これ行ける。萌え旗のあの店は昨日ツイッターで気をつけて来てくださいとか突然ツイッターでメンションされてびっくりしました。多分あれだと思うんですよね。昨日日本一周の自転車の人が旗持ってたあの旗の店ですよね。無敵食堂。こっち行ったら漁村の中を通るはず。前で北海道ツーリングはですね、泊まる場所が選択肢が多いっていう点で本州よりも簡単です。あと泊まる場所安いし、キャンプとかライダーハウス含めたらですけどね。ゆるキャラ、あれも多分同じとこじゃないですかね。サマニちゃんでしたっけ。ハート型のらし汁、それはふなっしーですよね。ふなっしーの経緯は私よく知らないです。まんべ君みたいな公式キャラがめちゃくちゃやってるわけではないんですよね。非公式キャラなんでしたっけ、ふなっしーは。あと具体的にどんな暴挙をやってるのかよく知らない。暴挙とか暴言とか。これトラック、軽トラの上についてるやつが、あれは昆布クレーンですね。向こうの敷物が敷いてあるあたりは多分あれ昆布干してあった後だと思うんですよ。時期的にもう終わったのかな。8月頃に来ると昆布が一面干してあります。でクレーンでトラックに積んで家、そうですね。あれは昆布専用ではないのかな。いつも昆布が積んであります、ああいう車に。ウニ、なんか怒られるんじゃないですかね。でもそこら辺の防波堤みたいなところの上になぜかウニの殻がよく転がってます。釣り具。前この辺り通った時雨だったから全然印象が違う。2回来るのはどうかなと思ったけどなかなか良かった。学の人は相変わらず見ないですね。子供たちがいた。カラスなんですかねあれ。でも真ん中に乗ってますよ、防波堤の壁の。そう、集落は結構海沿いにあったりしますね。で北海道はあちこち夕張みたいに経済的に厳しくなってきてるところも多いらしいんですけど、漁村とかは昔からわりかし安定して、漁村と農村は安定してずっと維持してるっていうふうに昨日札幌から来てたライダーの人が言ってました。夕張みたいに炭鉱とかで一気に膨らんだところが閉山するともうどうしようもないっていうのはあるんですけど、調子こいってか。で昔はですね、札幌よりも夕張の方が栄えてて、映画なんかも夕張での上映が終わってからフィルムが札幌に回ってきたりしてたんだそうです。海猫は北海道いるんですかね。海猫って、私はカモメと海猫の区別が分かってません。ピーピーピー、細かいこと知らないんだよな。おはようございます。今日が一番気持ちいいです、この3日間で。映画祭やってますね。前行った時確か町おこしのためにやってたはず。猫か。無敵食堂はツイッター見ると11時ぐらいに開店みたいだから、今日は合わないんじゃないですかね。萌え旗が欲しいかというとえりも神社か。ここはなんかさっきコメントでは15度っていう情報がありましたけどね。でも体感気温全然寒くない。よっと。お、コンビニ的なものがある。5月寒いでしょまだ。いいもの。向かいの店、オイランガレー、今ただいま入荷。さすがコンビニっぽいけど商店なんですね。朝8時から夜9時まで、定休日毎月第2水曜日。マルチューという、おはようございます。甲骨？甲骨って何？甲骨って、あ、広告を打つか。あ、そっか、広告まだオンにしたままでしたよね。とりあえずありがとうございます。で、飲み物を自販機でいいかな。うん、札幌の地区、東区は夕張、近いからですかね、単純に。やっぱり麦茶かな。昨日麦茶はことごとく売り切れてた。半径しない。自販機半径、自転車乗りにとっては飲むものはそれなりに重要なので値段普通というか、100円の自販機ってあまり見てない気がする。北海道は基本的にあまり安くないんですよね。あやたか120円のペットがあるけど、これって細めですよね。早慶み茶のこれも細いボトルだ。メロンソーダ、甘酒とかある。YouTube で動画解放軍から店内、そうですね、ちょっと見てこようかな。配信しながらどっちにしろ入らないつもりなんですけどね。玉類緑茶しかないな。だからな、昨日飲みまくりましたね。結構美味しかったです。その後聞こえなかった。よっと。玉類緑茶。玉類入りの日本茶かな。日本茶というか、緑茶？煎茶？黒猫で。ほっか札幌。よっと。写真撮って。かびたおしるこはこっちの側にはないですね。あ、お餅。今ここはですね、エクスペリアで出そうと思ってるんですけど、エクスペリアがまだ充電中なんです。起動できないんです、まだ。よいしょ。ちょっとじゃあ店内は皆さんには見せられないけど、私はちらっと見てきます。なんかあったら買ってこようかな。これは何ですか？私歌謡曲一切知らないんで。よいしょ。演歌ですね。限定。飲み物はですね、ガラナを昨日飲んだ。ガラナ。テーブル終わって、あ、本当ですか。ちょっとお待ちを。まあこの期間だったら移っても他の人が問題ないほどすることはないかな。よし。ボストたものじゃん、わらわら、許容。ダンボールでダンボール、若い人だな、ナウヤングだ、ナウヤング。昆布漁、建設、初日にカツゲン飲んでなかった魚か、それがあったな、わら。ここがメインストリートなんだよ。今はほんと現地で買う土産のプレミア感剥落したよね。お取り寄せ以下略、帽子外して挨拶したように見えた。時間の流れがスローな感じだ。コンビニに来た。昨日の半沢見たやつ挙手。砂利で来たまとな人だった。わら。現在地は活言余ったる縁だよな。ヤマト、早足で出てきた。わら。ヤマトの死。ロボちゃん出てこないな。サラブレッド街道は行かないのかのう。ヤマトより早く下側の方が走ってるイメージ。やさんこだろ。トイレ借りてるのかな。コンビニに行くなんて不要だな。ヤマトお疲れ様。焼き鳥も上り出てますね。佐川は潰れろ。危ない。吉田拓郎、襟裳岬。ムツゴロウ動物王国ってこの辺りでしょ。ほうほう、そうきたか。カーカーカー。風が強い。長いな。何してるの？コンビニなんだけど、なんか雑貨店みたいな雰囲気。ほぼ何でもありますね、ここは。店内はコンビニよりも少し広めで、食料品関係はほぼ何でもある感じです。肉、魚、あ、野菜はどうだっけ。野菜の棚見てなかったな。何かあったからちょっと今から。店さんいらっしゃいませ。USB ケーブルはないな。気温は20度はないけど、すごくすがすがしくて気持ちいいんですよ。スーパーですね。小さいスーパーみたいな感じ。万札でやんなきゃダメですね、こういうのは。万札じゃないとなんか音が良くないな。ん？何東洋？ああ、弁当はどうだっけ。弁当見かけなかった気はする。生鮮食料はあったんですけどね。で、これ分かりましたか。分かんないです。取った。はい、サスタービンダー前にもネタとしてやりました。こんな感じです。よいしょ。サラスパ4分だからは今日の昼にするかな。とりあえずこれ買ったのは今度たっぷりナスミートが100均コーナーに置いてあったからです。ナスミートだと思って。私ナス好きなんですよ。下のはこれ古谷のミルクキャラメルで、別にこれはあ、札幌古谷製菓工場って書いてあるから一応地元品なのかな。製造者株式会社北海道村小樽市銭箱え、半袖寒くないんですよ。札幌古谷製菓工場と書いてあって、作られたのは小樽の近くの銭箱。まあ札幌市は札幌かな。銭箱は銭箱って札幌から左上に海に出たとこあたりでしたよね、確か。銭箱音が名前がすごいですよね。あ、定番ですか。焼きそばパン。銀が取れる。あ、銀ばか。車通んないですね。で、この食料袋の中に、コメント？キャラメル。幸福駅は初日に一昨日寄りました。万札で。あ、今ここ出しますかね。もうそろそろいいだ。もういくらなんでも。今ので370円でした。昼ご飯のその、キャラメル除いたら200円台ですね。何ですかって。嘘。まだ XP でおかしいだろう。もしかして電源ボタン押しゃいいだけだったのかな。まだ落としてないの。野宿は1日おきですね。ん？ん？荷物、あ、来た。エクスペリアでございます。中古で買ったやつなんですけどね。で、ドッピンクの色だったんで、この黒いカバー1000円ぐらいで買って、できるだけ黒くしました。ただでさえ頭の上につけることを前提で考えてたんで、ちょっと待ってください。今、起動中です。あとはトカチ仕事がいいとよし。ここは9時閉店ですね。登記は8時半まで。サービス開始。トカチ仕事がいいとまだやってる。あなたの町の求人誌とかち仕事がいいとまだ GPS が補足できてないですね。もうちょい一応ツイートが行ってからしまい込みます。まあ、ツイートじゃないや今ここが出てからまだかそろそろGPS 捉えたらクリーニングオイランガレーを履いてるんですけど、クリーニングやってるかどうかはやってないんじゃないかな。特にカウンターにも書いてなかったし、SIM カードこれ入ってないんですよ。嘘、これなんで GPS が捕まえられない。遅すぎる。街よりも、いや、こういう街もかなり味があるもんですよ。今みたいなローカルな CM とか聞きたいし。背中にちょっとなんでこんなに遅いんですかこれ。地球まあもう仕方がない。しばらくほっとくか。スタンバイ状態にしといて勝手に動くの待っときますか。エクスペリア必要なそうですね。コールドスタートかな。川柳ご紹介。ラジオネームおせんべいさんから。やった。聞かずに進んでしまう。遅すぎますよね。バッテリーは宿に1日おきに泊まるときですね。1日おきというかまあ半分以上は宿だけど。自転車の装備の総額はちょっと難しいですね。自転車本体は8万弱で、あとは何つけたっけ。バインドバー前から移植したから、これ2000円ぐらいのバインドバーだったかな。パワースタッドってやつ、力種馬ってやつ、バインドバーがスタッドっていうのはそういう意味なのか。スタッドスタッドガイバッテリーは18000っていう18000ミリアンペア時って、ボルトもかけなきゃいけないんですけど、本当は 66.6 ワット時のバッテリーが 300g ぐらいかな。300400の間ぐらいだったはず。あ、また裏道あるな。いるかな。海がですね。スタッドレスのスタッドと種馬の方は何でしたっけ。スタッドじゃなかったっけ。竹と海と今なんか間に質問挟まなかったっけ。これはこれはただのコンテナに見えるのに後ろになんか猛烈にファンが後ろでもファンが回ってるっていうのはこれはまさかデータセンター？タイヤですか？助さんいらっしゃいませ。ハンドル。よっと。勝手に走行？稚内には今回行かないです。備蓄走行なんですかね。ただあまりにもファンが派手に回ってるから、よっぽど高温で、データセンターとかじゃないのかと思って。牧場見学は特に、パンクしたら直すっていう時にいつもなんかどっちが方言だったかなっていうのを収納するしまい込む意味での直すが方言でしたね。データセンター、そうコンテナ化して気候が寒冷な北海道に設置することによって省電力を果たすというのが確か、旭川あたりなかったかな。iCloud。おー、めちゃくちゃ景色いいな、今。ちょっと待ってください。いらっしゃいませ。そんな状態ですか、今。まあでも、今日は一番景色いいからな。岬なんじゃなくて今岬から見てる形ですね。出身は福岡です。福岡県古賀市。いいですね。いや戻んないですけど。三石あたりまで説明って何ですか。まっすぐ行くだけです海沿いに。おおいいですね。あ、イベントありがとうございます。竹蘭か。もう一人、肩とかに乗ってるかもしれないけど、私は気づいてない。向かい風ですね。直す。福岡でも言いますよ、直す。北海道はまだ、今日、明日、苫小牧まで届くかな。小川さん、あ、行き止まりだこれ。えりも観光館さんの敷地内だこれ。まあそうだとは思ってたけどな。ない。よど。あまさんやってみて。GPS はまだですかね。GPS を私ができることはもうあんまり。えりも岬は北海道の真ん中の下のとんがったところを。人いますいます、ほらなんか若い奥さんたちみたいな人がいっぱいいる。若奥さんたちがあそこのブチになってるのは何だろう。おはようございます。根室も行かないです。今逆方向です。クロス。もう岬だ。もう岬だ。こんにちは。若奥様うっとり。なんだっけうっとりだっけ。何キロぐらい。若奥さん。30までって言ったらダメですか ?35? 25? 助さんいらっしゃいませ。さっき、あ、風の館だ。えりも岬到着。1時間経ったな、1時間かかったな。若奥様、まあ嫌いじゃないな。自転車です。塾女。よっと。武道館。ああ。25までですか、厳しいな。おお。今日は三石っていうあたり、静内っていう新カップとか静内っていうサラブレッドで有名なあたりのちょい手前、南側です。南東側の民宿狙ってます。えりもの秋。あ、えりもの歌知らないんですよ、私。何もないっていう歌でしたっけ、あれ。向こうの方に、かすかに陸地みたいなのが見えてないか。真南にはこれ陸地ないですよね、えりも岬だから。といって青森が見える距離でもないのかな。水平線近くに船が、大きい船がいくつか見えるくらい。まだ先端まで行きましょうか。何もない、俺のログには何もないな。敵ですね。ラウンダー。自転車8万ぐらいの、なんか曲が聞こえてきたような。顔出し、絶対顔出さねえ。顔出しするとか信じられん。南西ですよね、距離的に見えるのかな。今日は風は弱い方だと思いますけどね。あ、こっちにも、あ、やっぱりこれだ。これは、まずは先端はこっちにいたらいいんですかね。ええ、あ、ええ、ああ、でもちょっとこ、じゃあどっちも行ってみます。ええ、山水学、青春星昆布神社か。建物がなんかあるって聞いたんで、ちょっとだけ見てきましょうか。私前来た時これ行ってないはずだから。おはようございます。寒くないんですよ。すごい気持ちいいんですよ。この時期に北海道来てこんなに気温的に気持ちいい状態になるとは、うわー、うまく表現できねえ。ちょっとだけですね。前来た時はえりも岬は霧でした。海面見えなかったです。あ、今日は青いですよ。あれ、青春昆布っていうのは誰かが仕掛けてるあれなんですかね。萌えっていう一括りにするとなんか怒られるのかもしれんけど、萌えで町おこしとか村おこしっていう活動の一部なのかな。温度、湿度、今日は本当気持ちいい。でもこれ日が照ってなかったら結構寒いんじゃないかと思います。海先、あ、この辺りまでか。あれや、遊歩道の途中出るのか。うん、ワイフラッグ、お、あれ、ちょっと写真撮るの忘れてた。あれは、おお、えりも神社のあれは今日が本番なんですかね。皆さん見えますか。見えないか、この距離だと、逆光だと。ですね、いや、ちょっと自転車どっかに置かさせてもらって、埋まる。これ、コンボ柱だな。あ、そう、アザラシ、私まだ見てないんですよ、ここでは。前礼文島行った時はアザラシはトド島っていうところに船で渡って、嫌ってほど見てきたんですけどね。ポタファイ持って、エクスペリアはどうだ。あ、エクスペリア行ってるっぽいですよ。今ここ出てると思うんですが、どうでしょうか。大食い、あ、杭が。ほら、小学校までですかね。ほい、あ、馬いる。そうそう、萌えはでもですね、昔の長井豪のハレンチ学園とかいうあたりが、時代に対して恥ずかしいと思われてるのと同じだと思うんですよね。あくまで相対的なもんで、特別なんか良くないことはないと思う。あ、あそこ馬来てる。で、逆光だからオートじゃない、ダイナミックレンジを HDR オンにした方がいいな。よっ、そう、長井剛先生の。お祭りのレンジ。一応ヘルメット横に抱えていこうかな。あまりにも威嚇的な格好に見えるから。こんにちは。まあ、うま。地元の人たちだけなのかな。観光客がなんかあんまり来るような感じじゃないな。よっと取材するような立場でもないし。平塚電子学園、仕事お祭りですね。襟文字、襟も神楽って書いてある。で、若い人たちがこっちを見てちょっとニヤとかしたりしてるから、興味はあるんだろうけど、わざわざ近づいていって放送してるんですよとか説明する気にはならないな。たまたまこっち来てなんかいいもん見られましたね。そう、近ビルストレートに何してるのか。まあ、奉納するためのお祭りってやつですよね。神様に奉納するための。風の館、上の方ですね。高い高い。よいしょ。こんにちは。よいしょ。よいしょ。盗撮、そうなの。ストブは何だろう。 AKB みたいなもんか。あ、で今ここ行ってないですか。今ここ突っ込んでいく。なんかそういう趣旨ではないので、私は自分の旅行してるの見せてるだけであって、放送のために何かやることはないです。最終送信時刻が53分。なんで53分なんだこれ。あ、ポタファイが今離れたからか。もう一回繋がっただろ。早く送れ。サービスと一緒に。あ、自動ポストオンになってないじゃないかこれ。今送ったはずです。どうですかね。そうですか。私は失礼だとは思わんな。おお、蜂が呼んでくれないみたいですね。おお、花が来た。花があれ、花の人若かったですね。よっと。こう5点とかこう6点ぐらいいましたかね、今。来ましたかね、ようやく。お待たせしました。さて、じゃあ今度は上の方の道行くか。じゃあ、この自転車はですね、こうやってバランス取ってる分にはいいんですけど、ちょっとでも傾き始めると、もう抑えられなくなります。で、あの白い馬、多分神明ってやつですよね。神の馬と書いて神明。お、あれカモメかな、海猫かな。というわけで、断交祭りですか。突端になりますね。介護の女性、そうなんですか。マジの祭り、なんかマジの線のありみたいな。今のところが本当のセンターですね。むき出しっていうのは、何が、あ、来た。写真撮ってください。スピーカーがある、後ろ向いてんだ。前と後ろで全然音が違いますね。というわけで、若い花の人にまたというか、また見て手を振ってもらってしまった。上からまた見えるかな、これは。どっこいどっこい。そうそう、首だけ見えてましたね。やったった。上から見られるんじゃないですかね、観光客として。今からなんか一人走ってた人ですよね。朝、うん、そうですね。子供でしたね。中学生ぐらい見えたけど、なんかいいもん見られましたね。あ、これショートカットして戻れるかな。外線車。女を乗せて。次上から見られると思います、この後。あ、この道違うな。岬商店、さっきの違う、山水閣戻れないかな、この道だと。室戸岬か、まあ行ったことありますけどね。戻れないかな。あ、ダメですか。え、あ、これニコ生です。ええ。いや、今生放送です。あ、近づいてきたから顔隠しますけど。いや、ニコニコ生放送っていう仕組み使って。ええ。ツイッターで投稿しながら走ってない。違う。あ、ツイッターも放送始まるたびにツイッター流れます。ええ。え、そうなんですか。ありがとうございます。今ちょうどこの先は展望台ないって言われたんですけど、うん、隅っこの方まで見てこようと思ったら、お祭り見られました。この後、向こうにまた戻るから。あ、そうそう。で、上の方で風のなんとかですよね。風の館ですね。そうで、ここから戻れないかと思って、聞こうかなと思って、今見てたんですけど。戻れないことはないよ。自転車往復して。いや、ちょっとこれなんで。担げないんですよ、重すぎて。ねえ。で今声だけは入ってるんで、これが今見てる人のコメントです。これ俺ガラケーしか持ってないから見えないから、ね、でもありがとうございます。私はこの後あっちの静内方向に行きます、ね。ありがとうございます。あ、そうですそうです。それです。いました。えりもの百人浜か。で今日この暖かさかなり暖かいんですよね。異常なくらいに。本当気持ちいいです。自転車走るには。え？記念品って。はい。ありがとうございます。そうこれ今インターネットでつないで。この映像とか音を流しながら走ってるんですよ。で見てる人が文字打ち込むとここから音が出てくるんで、やり取りしながら走ってるんですよ、見てる人の。ありがとうございます。はい、今隠してるんですよ。こっちは放送じゃ、こっちは録画でこっちは放送なんですけど、映しても大丈夫ですか？ありがとうございます。これか、さっき見ました見ました。山水館の方でした。ほら。なるほど。この、来た来た。もう来た。ありがとうございます。ちょっと私も少し見てから。やった。青春昆布っていうのは何のことかは。あ、米まいてる、米まいてる。ドキュメンタリーに。あ、なんか、ご祝儀だ、ご祝儀だ、ご祝儀、ご祝儀だ。さっきのところで待機して、これから練り歩くとこだったんですね。なんか馬の尻尾に。再生ですか。あ。見てください見てください。そうですそうですそうです。この長旅だもの。どこまで。今日ははい入れて俺。はい。大釜鍋。パンパンってやればこれがあるんだ。こんにちは。これ生放送してます。これかなりまだ人数いましたよね。拡張あるの。おお。あ、これはダイナミックレンジ上げた方がいいな。押してよかったな。なんか止まりましたね。すごいすごい。なんか普通のトラックもいっぱい来るな。これは単に人を運んできたでもないな。これ飲み物だ。あ、餅もある、餅もある。後ろに餅が乗ってる。あ。すごいな。壊れたってさっきのコメントかこれ。はい。あ、じゃあまた上に行けば追いつくんですね。ああ、なんか女の子たちが中にいたの後で踊るんですかね。あ、なるほど。あ、行ってみます。はい。ちょっと、ああ、お願いできますか。そういうのは遠慮なく。ちょっと名刺も渡そうと思ったんで。しかしすごいなこりゃ。いや、酒やばい、酒やばい。お疲れ様です。やった。名刺名刺、あ、そうだ。ちょっとファイ持っていかにゃ。で、また今ここしばらく止まります。今ポトファイは持ってって離れるんで。やった。戻りに。せっかくコーヒーいただけるってんだったら。一応こういうのもあるんで、名刺裏一緒で絵柄がいろいろございますんで、北海道だったら礼文島なんですけど、そう、周りが静かだとこんな状態になってるのが分かりますね。でも最近人からボリューム付きのスピーカーもらったんで抑えられます。私は横浜に住んでて、で1週間休み取って土曜からすいません、土曜から帯広空港まで飛行機で自転車持ってきて、そこから走り始めたんですよ。今日3日目です。ちょっとすいません、本当に遠慮なくで、これはこれえらい露骨ですね。あ、最近これはあちこちでやってるんですかね。これ、あ、そうなんですか。あちこちというか、そのえりも全体ではなくて、あ、岬だけで、なんだっけ、無敵食堂っていうとなんですよね。ツイッターで、名刺をもらってびっくりしました。途中で日本一周してる自転車の人がいて、その人もそこの旗持ってたんですよ。やった。意外としますね。工場さん。カメラをうっかり置くとすね毛とかがアップにされるんで。すね毛すね毛言われてますね。ちゃんと帰りにお代はいただきます。もうここにお世話になっちゃいのよ。30分延長しました。今何人ぐらいいてるのかな。多分リアルカウンターで100人ぐらいはいると思うんですけど。今私の声があまり言ってなかったな。三井市は今日民宿狙って、あれどこ映ってるのこれ、こうか。そういう岬には今回行かないです。これでいいのか、これ、あ、こうか。構角度難しい。これでいいか。あ、いや、バックで。ここで。ありがとうございます。すみません、本当に営業だ。いただきます。あ、いつの人、プロの人なのか。ここに。ここまでしていたら、なんかそういうふうなのをちょっと話しないな。コーヒーいただきます。コーヒーいただいてしまいます。ちょっと今こぼしそうになりましたね。いただきます。三井市の駅前に民宿あるみたいなんで、まずそこ狙ってます。荷物、一番重大な荷物はあれだな、データ入れてるハードディスクだな。今回この旅行のために GoPro の映像を10日分入れることができるようにするとか言った瞬間に GoPro 切れたよ。ちょっと今のうちにバッテリー取り替えてこよう。はい。あ、ちょっとですね。今これ生放送と一緒に上に出っ張ってるのこれビデオカメラなんですね。それのバッテリーが切れて、ちょっと買いバッテリー取ってきて、ここで交換して、それと別に後で綺麗な映像を YouTube に上げるんですよ。そのためのビデオカメラの電源切れてます。今カウンターの中で放送を見ていただいてます。それをちょっとまた映そうかな。大丈夫か、切れてないから。よし、こんにちは。やっぱ結構白っぽくなってるな。ビデオF カメラが昔雨に濡れてえらいことになったんで。見えたというわけで、ちょっと私はバッテリー持ってきますんで「こんにちは」って言われてますね。やっと見えないと思いますか。ネット回線ここの海水っていうのは光ですか？光で Wi-Fi で。あ、光で Wi-Fi ですね。ケーブルもありますよ。おお。昔は携帯の電波とかもこうしてこうしてで GoPro 映像を再開。夕方までに、そうですね。といっても今日はそんなに致命的に急がなくてもいいはず。よし。で、線だらけ、そうです。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ。コーヒー。ムロト、あ、ありがとうございます。一泊おいくらなんですか。ああ。出てますか。時価。時価でございます。あれ？あ、ネットワーク切れたのかな？止まってますよね。これは何だろう。うん、単純電波悪いみたいですね。はい。ああ、これが通信のやつなんですけど。ああ、わかんないですね。これ結構ムラがあるんですよ。15キロ913。ちょっとコメントでいろいろいただいたり、コーヒーいただいたり。はい。あ、そう、ここじゃあ、泊まると Wi-Fi 使える環境なんですね。はい。あ、でも、なんだ。コード入れれば使えます。あ、ケーブルですか。Wi-Fi も。あ、パスワードですね。パスワード入れないです。そうですね。ちょっとまたさっきのお祭りのところ見に行こうと思うので、ロゴで本名使うなんですけどね、本名も特に隠してないです。そこの料理すげえぞって言われてます。名前が出るだけで。見てる人はネット環境にあるわけだから検索スピードすごいんですよ。あ、またなんか大手とかの話してるな。大丈夫か。よし。よし。今日は三石まで行って、あの辺りで宿探そうと思ってます。三石ではまたキャンプ。いや、一泊おきにキャンプと宿なんですよ。充電するために。あ、なるほどね。まあ、キャンプの時もお風呂とか行ったら許可してもらえればちょっと充電させてもらったりするんですけど。はい。駅前に民宿あるみたいなんで、まあ、あの辺りをいくつか探してみようと思ってます。多分今年度の情報があったんで、これ見ますかね。この辺りのこれ多分町のホームページでいくつかこの辺り、どこだっけ、三石とどこだっけ、三石ともう一個、本切りの駅前にもあるみたいなんで。本切りったら結構内陸入るんだよ。あ、ですね。ええ。もうちょっと来た。三石地区、吉田旅館と三石旅館。あ、二つあります。あ、吉田旅館が本切りの方ですね。そうですね。三石旅館のあたりを探して、ダメだったらまあ。早めに電話しないと。そうですね。食事とか。あ、わかりました。まあ一人だしこっちは。よっと。で、映像が来なくなるとみんな。険悪になっていくんですよ、だんだんコメントが。だからできるだけ早く復帰させないと雰囲気悪くなる。はい、電波でみたいですね。それか使いすぎた人間を規制するフォーマの契約の方かもしれないですけど。じゃあ、ありがとうございました。気をつけて。ごちそうさまでした。すごいことになったな。で、お祭りはもうさっき向こうのあそこの道見えてたんですけどね、向こうに行ったのかな。ヤマト。よいしょ。まだ来ないのはなんでだろうな。えりもの今ここはこれで10時30いった。なのにあれかな、もしかしたら FM エリアが死んだかな。くだらねえ。なんでだろうな。スタートボタンが押せてない。どういうことこれ。 FMED が終了してた、勝手に。あ、プライマリサーバイラーだ。あー、ダメだな。なめてんだろこいつ。やったやった。これでいいかな。FMLE が死んでましたね。申し訳ないです。今宿の中でちょっと中でなんでそんな時間かかったんだっけ今。まあいいか。FMLE がですね、プライマリサーバイラー起こしてますね。もう死んだねえ。で、映像が来なかったら本当みんなコメントが険悪になるの。みんなというか険悪なコメントが目立ち始めますね。交流、本当です。ツイッターフォロー。ハットプス。今のはパソコン借りて。今の、この中、Wi-Fi 使えるらしいんですけどね。まあ、さっきのお祭りのが踊ったりしてるとこまた見に行こうと思ってるんで。よっ。俺以外の、ああ、あなたですか。よっと。荒れてないよし。今日は三石駅のあたり泊まろうと思ってますけどね。そうそう、あなた以外の。お世話になりました。ツイッター英語。ツイッターフォローしてくれっていうコメントがあったのは今の山水館の方ですかね。だったらフォローしますけど、そうじゃなかったらフォローなんざしないね。私はツイッターはフォロー返しは特にしてなくて、ツイッターはですね、1時間、例えば1分に数ツイートずつするような人には全くついていけないんで。マイクはカメラに。ああ、そうかも。ちょっと待ちよってなってるってことは録音の方も停止したかな。あ、こっちは動いてるな。しましたね。よっ、ツイッター何の話、何の話。失礼しました、失礼しました。山水館さんだったら今お世話になったからもう超フォローしますね。ちょっと後で落ち着いた時にやりますんで。1700円フルカラーであのサイズっていうのはかなりやった。でFMD が止まっちゃったんで、ここからカクカクですね。まあそこそこ景色は映ると思うんで、画質少し画質寄りしてます今の設定は。さていっか。でなんとか昆布工場でしたっけ。ご本人了解です。 FMD そうですか。まあ、こっちの方が安定はするんですよね。お祭りのツイート、山水館さん、今のご主人の色込めでそういうことだと逆にまたそれを叩く人が出てきますからね。元気で、今の山水館のご主人かな。ありがとうございました。画質止まってればそうですよね。上から見ます。いや上から見てももうさっきのお祭り集団向こうに行ったんで、お祭り集団、はあ、これでよかったらこの方が。どうもおじさん、なんて読んだらいいんですかね。ツイッターのアカウントで、はあ、で私のこれ読み上げはですね、読み上げは英単語が出てくると英語としか読まないんですよ。なんとかなんか例えば ABCDEFGHI みたいなローマ字読みじゃなくてフルで読んでしまうんで、プレパクじゃあ若旦那で青春昆布さんいいのかそれでいいんだろうか。でさっきお祭りはこっちの方に行ってました。さっき近くの来てたおばさんから聞いたのが、右の方に行ったバス停のあたりで休憩したり踊ったりしてるって言ってたんで、こっちですよね。今のは多分若旦那さんですね。若旦那さんですね。バス停ってどこだろう。えりもで、いや三石ってとこまで80キロぐらい行こうと思ってるんですけどね。まだ残り70キロぐらいあるかな。追い風だったらいいけど向かい風だったら厳しいな。踊ってる。予定なだけです。そうです。青春星昆布です。星昆布。風、向かい風だと厳しいんですよね。おお、獅子舞だ。お互い持って集まってるけど観光客の人はいないですね。終わってしまった。カクカク、画質は良くてカクカクになってるんですよね。そういう意図で設定してます。祭りだったら動きの方が重要かな。終わってしまった。花たちが。この後。で、この中、皆さんあんな格好してますけど、私の方が目立ってると思うな、格好的には。この通り。大林監督、花いますね。あ、またいいタイミングで。頭にカメラを吸ってますから。だぜ。うん、いや、絶対覚えられてますよね。これだけのインパクトのある格好をしてる私は。で、海際の方になんか背広組の人たちが、背広組の人たちと、あの神主さん若い、多分神主さんだと思うんだけど、あの格好は大学、いやでも20代ぐらい見えるな、あの人若い、ももクロ。ごめんなさい、巻き戻ししてるのでちょっと待ってね。あ、今ちょっと方言入った、いいな。電車が少しだけ名前入りましたよね。いいな。聞こえない。あ、小さい子もうまいな。ちょっとコメントは今あの音楽によ、曲によって聞こえてません。角度変えてみましょうか。スピーカーからちょっと離れましょうか。距離の2乗に反比例するはずだから、音圧は多分。だいぶ静かになった。ちょっと逆光になりましたかね。頭にカメラ。それにしても今回お祭り本当よく見るな。いくつお祭り見てますかね。まちまき動かしすぎ。さっきの角度が景色も、じゃあ音量我慢してもらえるんだったら。確かにこっちの方が順当ですね。なんか背広組の人たちの中でもりもりつまみ食ってる人がいるな。結構長いですね。さっき女の子はもっといたと思うんですけど、どこだっけ、トラックみたいだからこんなもんか。なんか小さい子が全然装飾なかったですね。お？なんか千歳飴みたいなのが配られて、まだやんだ。踊っていいよ。気持ちいい。これあ、これこっちで生中継中なんですよ今、インターネットで。こんな感じですね。そう、自転車旅行しながらいろいろ見て回ってるんですよ。はい、海に入る。え、あれが海に入るんですか。あ、そうだ。顔今映ってる。大丈夫でした。顔映っちゃってましたけど、大丈夫でした。大丈夫じゃないですか。そう、みんな匿名だから、好き放題言いますからね。今日これあるの知らずに来たんですけど、いいですね。この後あのみこしが海に入るそうですよ。えらい乱暴だな。あれ海入れて大丈夫なのかな。まあでも全部浸かりきるわけじゃない。昼か、昼だとしたらまだ、昼って12時かな。暖かくて良そうですね、寒かったら。3度まで。3度？ふざけんな。確かに今日はちょっと暑いかもしれない、踊ってる側は。若い子って顔が分かるぐらい映ってんのかな。顔は大丈夫ですかね。いや本当高校生か中学生もいるな、小学生もいるな。大学生はいないぐらいに見える。何その顔、申し訳なかったな。もう取り消せないけど。さっきの人は多分警備の人なんで地元の方だと思いますよ。あれ、さっきの人どこ行った？まあ、別に警察の人だからっていきなり逮捕されることはないと思うけど。いいな、子供たちが茶化して殴られてる。棒で殴られてる。かわいい。なんか忍者っぽいのいるな。これ忍者じゃなくて侍系かな。撃退。次はどうしようかな、いつまでいようかな。これあそこの座ってる人たちの中のキンキラキンの人がいるんですけど、あ、30代ぐらいか、あの人。角度によっちゃ20代かと思ったら30代ぐらいの人かな。あの神主さんっぽい人は20代だったらえらい若いなと思ったんですけどね。さっきとちょっと年齢が変わって見える。70キロちょっと距離、三石駅まで改めて測ってみよう。三石駅がこれ、66キロか。まあそこそこありますね。73キロ？やっぱ70キロある。じゃあちょっと休憩にも入ったみたいだからおいとましようかな。おいとま、小さい子がまた踊ってる。じゃあポタファイを戻して、自転車見せてくださいかな。今のは、今のタイミングだったら見せられますね。こうです。宿は電話しとこうかな、そろそろ。なんとなく距離が50キロ未満になって目処がついたらっていう感覚なんですけどね、いつも。